CBC 特別解説委員の石塚です、えー、今日はですね、衆議院議員選挙、えー、投票率というキーワードでちょっと見てみたいと思います、えー、衆院選の投票率グラフをご覧いただきます、えー、1967年まあ、50年以上前ですね、えー、投票率73.99%かなり高かったんですが、えー、最新前回4年前ですと53.68%になっていますかなり投票率が下がってきているということがお分かりいただけると思うんですが これをちょっと年代別に見てみるともう一つ興味深いことが見えてまいります今出てまいりましたのは60歳代の方の投票率77%台が今72%ぐらいまで下がっていますちょっと下がっていますけれどもまあ、70%台をキープしているということがお分かりいただけると思います興味深いな若い層ですこれは20歳代の人たちの投票率66%台だったのが前回はなんと 最新で33%ちょうど半分になっている減っているということがお分かりいただけると思います若い人たち本当に選挙に行かなくなっていますねこれを政治家の側から見るとどう見えているんでしょうかこんな感じかなと思います政治家の人たちが高齢者の方たちそれから若い人たちを見るとき今の数字データが後ろに見えてきますこちらの人たちは投票率が高い若い人たちはあまり選挙に行かない 自分たちは選選挙ででばれるわけですからさあどういうことになりましょうかなるべく高齢者向けの政策に力を入れようじゃないかということになりゃしませんでしょうか、えー、お金も税金もですねこういうご高齢の方たち自分たちに票を入れてくれるかもしれない人たちになるべくいいことをしてあげようということになるわけですお金を使おうということになります、これをシルバー民主主義なんていう言い方をしたりするわけですね。 え税金も何もご高齢の方に厚く使うということは裏を返すと若い人たちはあまりお金を使ってもらえないそのくせこっちに使ったお金の負担将来の負担を自分たちが負わなければいけないかもしれないということが出てくるわけですね。若い人たちも今政治に興味がなかったりうんだって政治家の人たち何もしてくれないじゃないかというようなことを思ってらっしゃるかもしれませんが。 今のことだけじゃないんですね自分たちの将来のことも考えるとなるべく政治家の人たちにあこの人たちにも目配りしなければと思ってもらうということはとても大事なことです政治ってのはそういう側面も持っていますね、えー、ぜひそれも踏まえてお考えになってですね若い人たちもなるべく東洋上に今回は足を運んでみてほしいなとそんなふうに思います